世界中で大ヒットしたコメドラマ、ATROES Heroes のミニシリーズ、Heroes Reborn に、日本人女優の友人、スケザネ、キキ、ミズロクが出演することになった。京都府出身で、高校時代に1年間、コメ中西部サウスダコタ州に、留学し英会話を習得。留学の理由は、中学生の頃から米国のドラマや映画に憧れていたため、21歳から1年半、ハリウッド映画界でも活躍するプロデューサーの、奈良橋雄志さん、67、が、設立した俳優養成機関、アップスアカデミー、東京都新宿区、で、学び、4年前にロサンゼルスに渡った。1メートル53と、小柄だが、長い黒髪と大きな瞳で、エキゾチックな雰囲気の美女、エキストラやウェブサイトのドラマ出演、イベントでの着物モデルなど、様々な仕事をしながら、今年に行って、Heroes Reborn の、オーディションを受けた。電話で合格を知らされ、飛び回って泣いて喜びました。と、人気作品への抜擢に、大喜びしている。6年から10年まで、コメ NBC で4シリーズ放送され、超能力を持つ人々が、活躍する SF 作品。役柄の詳細は公表されていないが、殺人や武道も得意としているため、アクションを取り入れたキャラクターとなりそうだ。女優を志した理由は、インドのユエマザー、テレサさんや、コメ女優アンジェリーナ、ジョリー、39、に、憧れ、有名になって発展途上国や、環境破壊などの現状を、広く伝えるため、有名になるということが、私の夢には欠かせないんです、と、世界的な活躍を誓っている。ミーシリーズは全13話で、米国で今週放送予定。同作で有名になった日本人俳優マシ、岡、40、も、出演する。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。